男子 400m ハードル予選第1組です。この男子の 400m ハードルは女子と同じ感覚ですが、ハードルの高さが 91.4cm になります。中学男子の 110m ハードルと同じ高さになります。そうなんだ。4レーンの福岡大学宮崎君は九州インカレのチャンピオン。そうなんだ。7レーンの城西大学渡辺君は資格記録で3番目の記録、そして日本選手権7位の選手です。その7レーンの渡辺君、城西大学が現在トップ。着陸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 着